はい、こんにちは、ピカです。今日ね、4月18日にね、やっとね、PS4 でもね、発売になるダートラリー2やっていきたいと思います。もうね、発売間近ですね、本当にね。それのね、グループ A 化、今までね、ちょっとフューチャーしなかったんで、グループ A 化をね、やっていきたいと思います。ランサーとインプレッサと、ランチャデルタインテグラーレですね。これをね、やっていきたいと思います。懐かしいね。どれも300馬力って言われてたんだけど、三菱ランサーが、エボロクで300馬力、インプレッサーが320馬力、ランチャーが350馬力なんだね。ちゃうやんけ。で、何？ランサーだけシーケンシャルなんだ。あとはマニュアル。へー。じゃあね、一番馬力のないランサーからね、やっていきたいと思います。いくぞ。はい、場所はね、モンテカルロですね。モンテカルロのターマック、雪が残るターマックでね、やっていきたいと思います。ゴー！はい、じゃあね、ランサーやっていきたいと思います。いくぞ。2、1、ゴー。キープレフト、オーバー30。3、ライト、4。レフトロング、オープン50。曲がんね。キープレフト、雪道はちょっとね、きついだ。36、ライトロング、スロー30。未確認、オープン、ヘアピン、レフト。100。キープレフト、オーバークレスト、イントゥー5、ライトロング。キープレフト、オーバー50、未確認、オープン、ヘアピン、ライト、イントゥー5、レフト、エクストラロング、イントゥー6、ライト、オープン、オーバークレスト、ロング、ポジション、タイトゥーン4、5、レフト、50、キープライト、イントゥー2、レフト、イントゥー3、ライト、アンド3、レフトロング、ライトロング、タイトゥーン2、ロング、アンド4、レフト、エクストラロング、うわー曲がるな、すげー曲がるな、オープン、オーバークレスト、アンサーすげーわ、ロング、3、ライトロング、タイトゥーン、イントゥー2、レフトロング、イントゥー4、ライト、アンド4、レフト、アンドコーション、3、ライトロング、タイトゥーン、イントゥー4、レフト、オープン30、3、ライト、イントゥー、コーション、スロー4、レフトロング、オープン、タイトゥーン、オープン、ヘアピン、レフト、タイトゥーン、4、ライトロング、タイトゥーン、オープン、ヘアピン、ライト、イントゥー4、レフト、アンドキープライト、オーバー、50、3、ライトロング、オープン50、オーバークレスト、4、ライト、イントゥー4、レフト、エクストラロング、キープライト、オーバー50、いやめっちゃ乗りやすい、エクストラロング、イントゥー4、ライトロング、タイトゥー3、ロングオープン、いいです、ロングタイトゥー80、あーいえ、キープライト、オーバークレスト、イントゥー5、レフトロング、タイトゥー80、コーション3、レフトロング、タイトゥー、コーション3、レフトロング、タイトゥー、イントゥー4、ライト、エクストラロング、80、2、レフトロング、タイトゥー、イントゥー3、ライトロング、オープン50、間違えた、4、ライトロング、オーバー、フィニッシュ、キープレフト、オーバー30、うい、早えな、グループ A 早えな、グループ A 早えな、2分44秒か、すごいっすね、ランサー、うん、まあちょっと比較対象にね、まず最初ランサー乗ってみました。すごいよく回ってくるね、すごい気持ちいい。さあじゃあね、行ってみたいと思います。5、4、3、2、1、ゴー、キープレフト、オーバー30、3、ライト、4、レフトロング、オープン50、すげえ低重心を再現されてる、キープレフト、オーバークレスト30、6、ライトロング、スロー30、未確認、オープン、ヘアピン、レフト、100、キープ
ーバー50未確認オープンヘアピンライトイントゥー5レフトエクストラロングイントゥー6ライトオープンオーバークレストロングめっちゃ難しいライトゥー4 5レフト50キープライトイントゥー2レフトイントゥー3ライトアンド3レフトロングイントゥー3ライトロングタイトゥー2ロングアンド4レフトエクストラロングオープンオーバークレストタイトゥーン3ロングタイトゥーン50ライトロングタイトゥーンイントゥー2レフトロングイントゥー4ライト&4レフト&コーション3ライトロングタイトゥーンイントゥー4レフトオープンすげえフラットだよフロントの低重心が水平対向をちゃんとレフトロングオープンタイトゥーンオープンヘアピンレフトタイトゥーン4ライトロングタイトゥーンオープンヘアピンライトイントゥー4レフトちょっとアンダーだなアンドキープライトオーバークレスト505レフトロングタイトゥーンスルートンネル503ライトロングオープン50オーバークレストちょっとオーバーが出るんだよなコーション3レフトロングタイトゥーンコーチ102レフトロングタイトゥーンイントゥー3ライトロングオープン504ライトロングオーバーフィニッシュキープレフトオーバー30うわどっちが早いどっちが早いどっちが早いインプレッサーの方がかろうじて速いのか。いやー、あのね、インプレッサーの方が低重心ですね。あの、フロントのね、やっぱり水平対向が乗ってる感じがすごい出てる。シミュレーターってすごいね。だから本当にフロントがこう水平に動く感じ、まあ、スバル乗ってる人だったらわかるけど、その感じがね、めちゃくちゃ出てる。面白い。インプレッサーとランサー乗り比べると、フロントの感じが全然違う。同じ四駆でもね、全然違いました。うん。でこのインプレッサのねちょっとマスが集中してる感じもすごい出てるの、うん、重さがね結構こうほんとねインプレッサ乗ってるみたいだった面白い でもちょっとなんか前後のトラクションがちょっと足りない感じ、うん、それまでそっくり面白いですはいじゃあね次ランチャー行ってみたいと思いますランチャーすげえな4 3 2 350馬力トラクションあるね未確認オープンヘアピンレフト100キープレフトオーバークレストイントゥーライトロングスローキープレフトオーバー50未確認オープンヘアピンライトイントゥー5レフトエクストラロングイントゥー6ライトいや乗りやすいねロング&4レフトエクストラロングオープンオーバークレストタイトゥーン3ロングタイトゥーン50ロングタイトゥーン50レフト
番曲がるかな、これが。コーナーちょっと苦手かな。こうなっちゃうね。流れてっちゃう。エクストラロング。キープライト。オーバー50。あ、でもこういうベース短い感じする。エクストラロング。イントゥ4ライトロング。タイトゥ3ロングオープン。ロングタイトゥ80。はえーわ、ランチャインチキだこれ。はえーわランチャはえーわ、3秒もはえーわ。 2点何秒はえーな。いやー、まず馬力がある、そして曲がりやすい、ホイールベースが短い感じがする。多分オーバーハングとかも関係ある。これはずるいね。全然別格、別格に曲がりやすい。ただ高速コーナーがなんていうのかな、まあ、ちょっと流れちゃって前出ない感じ、まあ、するけど、すごいすごいね、ランチャー。びっくりしました。やっぱな、こんなのと戦ってたのかね、日本車。いや面白いです。でもね、まあそういうのがね、なんかわかんない、今になってなんか、あ、こういうことかっていうことがわかるっていうシミュレーター、すごいね、面白いと思わないですかね。はい、これね、また4月18日に、プレステ4でもね発売になるんで、まあ、よかったらね買って試してみてください。はい、またね、これでやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。